ジレはトルコの軍及び同盟の都市、トカット県に属し、古代にはゼラの名前で呼ばれていた。長い歴史の中でユリウスカエサルの北、見た、カッタの言葉で知られるゼラの戦いの舞台となった。現在のジレは農業、流通、観光の中心地となっている。カエサルの北、見た、カッタの言葉が刻まれた石碑近年実施された。 考古学調査で、新石器時代に人類がジリに居住していた痕跡が確認されている。古代ギリシアの学者ストラボンは、地理史の中で、アッシリアの伝説的な女王セミラミスによって、ジレが建設された伝承を記している。紀元前548年に、ジレが位置するアナトリア半島はアケメレス朝ペルシアの支配下に置かれていた。ペルシアの統治の痕跡は、 軍内の王の道の移行、都市内のアナアヒターなどのペルシアの神を祀った寺院、などに見られる。アケメネス朝の君主ダレオス一世は、ダイアナトリア州を二つのカッパドキアに分割し、ジレは北部地域のポントスカッパドキアに区画される。およそ200年のペルシアの統治の後、ゼラは、紀元前334年のグラニコス川の戦いに、 勝利したマケドニア帝国のアレクサンドロス3世の支配下に入る。紀元前332年にアレクサンドロスが没して帝国が分裂した後、ゼラはセレウコスアサシリアの支配下に入った。セレウコス長は200年にわたってゼラを支配したが、紀元前100年頃にセレウコス長の支配力は弱体化し、カッパドキア人はローマに援助を求めた。 スッラが率いるローマ軍とポントスをミトリダテス6世の間に勃発した第一次ミトリダテス戦争においてローマ軍は勝利を収める。紀元前67年にミトリダテスは同盟者であるアルメニア王国のティグラネス2世の援軍と共に再びゼラを攻撃したことで第三次ミトリダテス戦争が始まりグナエウス・ポンペウスが率いるローマ軍はミトリダテスに勝利を収め 紀元前63年にミトリダテスは自害する。ローマの支配以前のゼラについて、ストラボンは、町はペルシアの神々を祀る場所として扱われ、住民は支配者である祭祀と多数の神殿奴隷で構成されていたと記している。ローマがポントスと結んだ和訳において、ゼラはポンペウスから市民組織とエパルキアを授与され、神殿の資料から都市に転換した。 紀元前49年に、ローマのユリウス・カエサルとポンペイウスの間に内戦が勃発し、ミトリダティスのコ・ファルナケス2世は、ローマ人が内戦に気を取られている後期に乗じて、父の復讐に乗り出した。しかし、ファルナケスの反撃は、紀元前47年のゼラの戦いで、カエサルによって食い止められ、4時間に及ぶ、戦闘の末にカエサルは、ファルナケスの軍を壊滅させる。 この勝利の後、カイサルは、ローマの元老院に、来た、見た、勝ったという有名な言葉を報告した。カイサルの言葉は、大理石の円柱に刻まれ、円柱は、ゼラ城の中に置かれたと伝えられている。241年にサーサーアン・アサノオ・シャープール・一世は、ローマ皇帝ウアレギアヌスを破り、ゼラを獲得した。241年から1071年の間、ジレは、 東ローマ帝国とサーサーアンアサによって交互に支配される。ビサンツ帝国の統治下のジレには小アジアの名義主教、アマスイアの属主教が置かれた。1071年にジレはダニシュメンド朝のアフマドガーズイによって征服され、この時からジレはキリスト教の主教を圧迫する旧六系民族の支配下に入る。1174年に ルームセルジューク町の君主クルチ・アルスラーン2世は、ダニシメンド町からジレを奪う。ルームセルジューク町の滅亡後、1335年に建国されたエルテナ公国がジレを支配する。1397年に、オスマン帝国のバヤジと一世は、エルテナ公国を破り、ジレを併合した。最終的に1413年になってジレは、オスマン帝国の支配下に入った。 1919年から1922年にかけての起土戦争の中でシャリアの支持者の一部がジレで権力を掌握し彼らはムスタファ・ケマルの革命軍の兵舎を攻撃した革命軍の兵士たちは市内の城塞への避難を余儀なくされチョルムの大隊に援軍を要請した4日後に到着したチョルムの援軍は敵軍を力属で降伏させるために爆撃を開始した 激しい爆撃の結果、ジレは退化に見舞われ、インフラストラクチャーの3分の2と森林の大部分を失った。最終的に、革命軍はジレを平定し、支配権を取り戻すことに成功する。以後、ジレは、トルコ共和国の都下都県に属する農村地帯となっている。イエシルールマク川とその支流によって形成されている、渓谷平野に、ジレの国域は広がっている。 ジレの地域は1512平方キロメートルで標高710メートルの地点に位置する。近隣にはトゥルハル、チェケレク、アルトバ、アマスイヤなどの都市がある。ジレには平野の大部分を覆う森林が存在していたが、ヤギの過剰な繁殖と燃料とする焚き木の伐採のため、1950年代に森林の大部分が失われた。ジレからチェケレクに流れるチェケレク川と、 チェケレク側に建てられたバイユーカコスダムから供給される水がジレの水源となっている。また、電力と灌溉用水を供給するシャアやベイダムと水力発電所の建設が進められている。ジレの気候は国会性の気候と内陸性の気候の中間に分類される。夏は暑く乾燥しており、冬は降雪量が多く、気温は低い。 6月から9月にかけての平均最高気温は、摂氏28度、平均最低気温は、摂氏13度で、12月から2月にかけての平均最高気温は、摂氏7度、平均最低気温は低、摂氏3度となっている。2007年の調査ではジレの人口は68,937人で、都市部の人口は36,154人、32,783人が、 周辺の村落に住んでいることが判明した。1990年代後半からジレの工業は発展しているが、大都市への移住者や季節労働者の出稼ぎといった人口の移動も見られる。ジレは歴史的な石炭の採掘地として知られている。ジレの経済の基盤は農畜作業に置かれている。ジレは穀物裁判の中心地であり、国会地方における小麦、大麦、 レンズ豆、ヤハズエンドウの最大の輸出地の一つでとなっている。また、ジレはブドウ、イリマメのレブレビ、サクランボ、果実園で有名であり、年に一回行われる、サクランボ祭りは、トカト、スイバス、ヨズガトからも、観光客が集まる。土地で栽培されたブドウでワインは製造されていないが、ペックメズというブドウのシロップが生産されている。しかし、 レブレビやペクメズの生産は衰退している傾向にある。1996年からジレの工業は、著しい発達を見せている。アナトリアのトラと呼ばれる、トルコの新興企業群が55の工場を建設し、それらの工場では主に製に、家具、天才、レブレビ、大理石、靴が加工されている。ジレを観光地に転換することを目的として、 自治体と欧州連合による共同計画が立てられた。計画の資金は EU が出資し、計画には町の宣伝だけでなく、ジレの住民に対する観光についての教育も含まれている。紀元前47年のゼラの戦いの舞台となったゼラ城は改修工事が進められ、城内に博物館の開設が予定されている。ジレはトカット。 甘水跡は高速道路で結ばれ、水バスサムソンを結ぶ鉄道の近隣に位置する。ありがとうございます。